魂ネーションズ東京2019年4月27日に秋葉原にオープンすることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フィギュアとかって興味はお持ちですか？やっぱりあの元となるアニメや漫画が好きなので、その、まあ、空想の世界、二次元の世界のものがやっぱ立体となって現れると、もう興奮もひとしおと言いますか、また細かいディティールまでやっぱり丁寧に再現されているので、ニヤニヤしちゃうんですよね。なんか実際に自分が乗った気持ちになって、ちょっと動かして遊んでみたりして、なのであの先ほどの魂ネーションにもあの行かせていただいたんですけど、ずっとニヤニヤしてました。もう本当に、まあ、一つ一つのもちろんあの仮面ライダーですとか、もう一つ一つかっこいいんですけど、何よりもセーラームーンがあったことが私とっても驚きで、セーラームーンやあとプリキュアもありまして、なんか女の子も楽しめるというか、あのあ幼稚園の頃の自分が見たらどんだけ喜ぶだろうと思って、最高でした、そうなんです。1日入れます。オープン記念限定フィギュアになります。いいですか？はい、もう取ってください、触ってください。あ、はあ、やだ、ニヤニヤしちゃうこれはたまりませんね。すごい、しっかり細部まで動くので、もう自分の動かしたい形にフォルムに持っていけるんですね。そうなんです。もう見てると自分の好きなポーズとかあるじゃないですか、そこにもう限りなく再現できるっていう、大興奮ですよ ね。あのシーンを再現ってこともできるわけですね。そうなんです。宇垣さんもより一層入り込めると思いますよもう止まりません大好きなアニメや漫画関連のお仕事に携われて本当に光栄でした。特に好きなのがコードギアスという作品なんですけど、じゃじゃん見てください、そのコードギアスの中に出てくるランスロット・アルビオンです。めちゃくちゃかっこいいでしょ。このエナジーウィングがちゃんと透明なところまですごく繊細にできていて、ちょっと興奮しました。実はアルビオンに乗っているスザク派ではないんですが、そんな私をも興奮させてしまう、さすがです。とっても楽しかった。魂ネーションズ東京は本当に素敵なフィギュアにたくさん出会える店舗になっていますので、皆さんぜひ足を運びください。宇垣美里でした。